はい、グッティバルーンカンパニーの岡根さんです。いつもありがとうございます。 Thank you everyone。 今日はハグサンタを作ってみたいと思います。ハグサンタ、ハグ、これはほらハートを持っていてマフラーで足がついて、これをこうかぶってハグするハグサンタです。ハグしてこうやって一緒に踊りましょう。ダンスダンスを作っていきたいと思います。ハグサンタです。はい、それでは早速作っていきます。君はここにいてください。よいしょ。そうね、こっち側で作りたいと思います。よし、いいかな。はい、見えますかね。はい、それでは始めていきたいと思います。全部で13バルーンズ使います。まず1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13を使います。じゃあ行きましょう。早速まずはイエロースマイルを膨らませていきます。結んで、今度は646のバルーンを膨らませていきます。646このぐらい膨らませていきます。これを結んで、スマイルとフリーズタイ、スマイルイエロー11インチ結んでいきます。そしたらこういう感じができますね。はい、ネクストは、はい、ネクストは、5インチバルーン、4バルーンズを膨らませていきます。これ5インチ何色でもいいです。カネさんは、緑にしているけど、何色でも OK。Your favorite color is OK。リースタイム結んでいきましょう。体を押し付けて今みたいにやったら楽ちんだからね。もう一回やってみようかな。まず膨らませて、ちょっと空気抜いてまん丸くして結びます。もう一つちょっと空気を抜いてまん丸くして結んでいく。体を押し付けて2回回して中指を入れる。そして中指に当てて押し込む。そう、簡単に。ニコ玉ができます。ニコ玉をクロスして1回目。これで OK。で、さっき膨らませたスマイルにこれをつけていきます。どうするかというと、色の付け方があって、これもこのまま2通りあって、これをこのままこう、くるくるってやって、It's OK。で、And One More は、スモールバーボー。スモールバーボーを作ってこれをこの中に通していく。シュッて通します。通すだけです。通してくるくるっと巻いていく。くるくるっと巻いていったら、よいしょ。こっち行こうか。はい、はい、こんな感じになります。こう、これを残っているから、これをね、引っ張る。プリーズ、引っ張って、引っ張って、回していく。こう。こういうふうに綺麗にまとまってくれるので、こうやってください。どっちでもいいです。どっちでも OK。いつ OK ね。NEXT は、
2レッド269をこのぐらい膨らませていきます。同じ2セイムロン、うぅ怖いはい、2の結んであるところをこうやって一回巻いていきます。で、そして親指を真ん中に持ってきて、これを折り曲げて、親指を持ってきて折り曲げて、同じように片っぽも折り曲げて、2つの丸ができたと思います。これをこのスマイルちゃんにつけていく。どうするかっていうと、後ろから通して前に持ってきます。前に持ってきたら手をクロスする。お化けつけた時とかみたいにクロスします。そうするとちょっと落ち着いてくれるので、これでいいです。はい、でね、ここしっかり巻いとかんには今みたいに届けるのでしっかり巻いておきましょう。はい、で、この長細い風船あるでしょ。これは神さんの作り方なんで、自分でいいなと思ったら自分の作り方やってみてね。子供たちね、これを伸ばします。空気を入れると先が伸びてくれます。いそして、これ子供たちとか自分が入る輪の大きさだから、大体このぐらいかな、このぐらいだったら入るのに窮屈じゃないかなっていうところを一回巻いていきます。巻いて、そしてもう一回ここ、このぐらいのところで巻いて、そしてこの輪をこうこう、これを 1,2,3 一緒に回す。引っ張って、必ず引っ張って回す。そしたらサンタさんの手ができます。こういう感じ。これにハートの風船を、これにしようかな、今日ローズにしましょうか。ローズ、ローズちょっと今日テンションが高い。ローズを、これをここに巻いていきます。いいさ、いいさ、いいさ、おいしそう、おいしそう、いい。はい、さあもう少しで出来上がります。今度はこのサンタハットを作っていきたいと思います。サンタハットはレッドの風船をほとんど膨らませていきます。ちょっと空気を抜いて、ほとんど膨らんでるでしょ。これは空気を入れていく。これこの輪を作ります。輪を作って、ちょっとだけここ残すのがポイント。残してもらいながら巻いていって、この結び目をさっきと同じように親指を当ててぐーっと回していく。2、3回。そしてこれをここに持ってくるんだけど、ちょっと先にバブルを作った方がまあ簡単なんで、作らなくてもできます。そして上から迎えに行く。上から迎えに行って、これを取ってくる。取ってゆっくり優しくここに持ってくると帽子のベースができます。どれか高いところがあるはず。こうこうこう、うん、お姉さんの場合はこれが高いので、これに白い丸をつけていきます。結んだらこれ、まあ真ん中でもいいし、ちょっと斜めにしてもいいからね。親指で押さえておいて、これを引っ張って回します。1、2、こうやったらなんか帽子が斜めになってできるから、どっちでもいいです。真ん中でもひげをつけていきます。白い風船をほとんど膨らませて、空気を抜いて、これを半分こにしていく。半分にして一回丸めて、丸めたものをこの中に通していく。通してゆっくり回しながら手前に持ってきます。回しながら手前に持ってきます。下にこれをツイストしていきます。送り込む、上げて送り込む、上げて送り込む、上げて送り込む。2つ巻いて、これをこっちに持ってくるんだけど、どっちか1個とお友達を作って回してもいいし、3ついっぺんに回してもいいです。ここいっぺんに。そうするともうこれが取れません。これでサンタの帽子ができました。これをね、
スマイルちゃんにかぶせていくんだけど、どうするかっていうと、これをはめ込んでいく。上と下からプレスするような感じ。だからあんましちっちゃい帽子を作るとかぶれなくなっちゃうから、あの帽子はちょっとこの丸は大きめの方が楽かもしれない。あとかぶるとき、これまあ斜めにかぶってもかわいいかな。斜めにかぶってみよう。であともう一マフラーちゃんをつけて終わります。マフラーはほとんど膨らませていきます。このぐらい、これを上に、あ、下で、下でこうか、下、下に行きます、はい、でかいんだよね、次にここに、ここまで巻いてきて、一回回します。一回回して、もう一回空気を送り込んである、空気を送り込んで、もう一回回す。で、はい、これをひねっていきます。はい、できました。ハグサンタの完成です。はい、それでは、これ子供たちの、ね、中にね、こう入ってもらって、ハグして、ハグってしてあげてください。ちょっと優しさがある、バルーンでしょ。このセットは、11月中に販売させていただきます。11月の今半ばだから、下旬までには発売したいなと思っていますので、楽しみにしていてください。はい、それではグッティバルーンカンパニーのカネさんでした。ハグセットでみんなクリスマスいっぱい楽しんでね。はい、それじゃあまた会いましょう。 See you! レジストレーションプリーズ。バーイ。